アケメネス・朝ペルシアの栄光。オリエントの再統一を果たすとともに多民族を緩やかに包含した安定した国家システムを構築した。画像はペルセポリスのアパダナの階段側面の浮き彫りに刻まれた超合施切断ゾロアスター教の総合。衆祖、ゾロアスターの生没年は現在でも意見の一致を見ていないが、アケメネス・朝では王朝成立の頃からこの宗教を 国家の支柱としていた。画像は、ペルセポリスに残るゾロアスター教の象徴でもある、精霊フラワシの像、ペルシウムの戦い。ペルシア王カンビュセス2世により、エジプトが軍門に下り、ここに全オリエント世界が統一された。画像は、この戦いの後に会見するペルシア王カンビュセス2世と、エジプト王プサメティコス3世を描いたアドリアンギニエの、 歴史画による信託の場所としてギリシア人におもんじられた。ギリシアのクロエ式陶器。アテナイのエクセキアスなど高度な技術を持つ絵付け師が活躍した。画像はアキレウスとアイアースのアンフォラ。共和制ローマの始まり。エトロリア系の王が追放されたことで、ローマの国政は大きく変革された。画像は共和制の樹立に功があり。 初代の執政官コンスルともなったルキュースユニウス、ブルトゥスのものとされる肖像彫刻。その身長。春秋五派である双王の時代には、スワエは中原にも勢力を拡大し、カナエの慶重を問うのこじに見られる牽制を誇るようになった。画像は、その双王の講子後に捧げられた銅カナエ。紀元前六世紀は、西暦による紀元前六百年から、 紀元前501年までの100年間を指す世紀、クロイソスの金貨、大英博物館所蔵、オリエント諸国ユダヤギリシアモンテレオネのチャリオット、1902年、モンテレオネディスポレートにて出土、ローマ、ありがとうございます。